ちどうもこんばんは、つしまみれです。気分はグルービー、ようこそ。今日はテストナンパート2マンです。イエーイ、嬉しいです。ついに2マンまで来たね。ざっくり説明すると、ちょうど4年前の昨日、荒垣ロックフェスという宮城のフェスに私たちが出た時に、ちょうど前がねジグソーの皆さんで、うわやべえっつって、ヤウタンは学生の頃ね、壁中がバイセクのポスターでいっぱいだったんで、ね、中学生の時からのバイセクシャルのファンで、はい、これはすごくやばいことになったぞと言って握手していただいて、 で CD をお渡しして、すっかりファンアピールをしたところ、あの勇気は素晴らしかったね。すごい頑張った。背中を追いかけていったよね。いやー、行っちゃった渡せた CD みたいな感じで書いてきました。それ4年前ですか。そう、4年前の昨日だったの。4年前の昨日。そう、そっか。Facebook に、うん、りょうさんと写真撮っちゃいましたみたいなやつ投稿したら昨日出てきた。いいね、いいとこあるね、Facebook も。そう、なんかいいね。そっか、このシステム。うん、それからそれからチェインザロックフェスに、うん、去年、ね、一昨年か、そうだね、一昨年出させていただいて、うんうん、でそのまた次の年、去年もチェインザロックフェスに出させていただいて、うん、すっかり音の鎖でつながったところで、そうだね今年大阪日本、日本一緒にやらせていただいて、そして今日に至るわけです。嬉しいです。一つ目できた。いや、そういうわけなんですよ。なんですごい幸せです。ありがとうございます。いや、私は残念ながら学生の頃は聞いてなかったんですけど、すっかり弥生に感化されて、今いろいろ教わりながらこうどんどん遡ってるけど、まずテストナンバーのアルバムがめっちゃいっぱいあって、どっから始めればいいかわかんないけど、ベスト版があったね。そうだね。で、もうね、ライブでも結構覚えてきてるんで、この後が超楽しみです。無理やり私たちのことももう何回も見てる人いるんじゃないかと。そう、無理やり見てる。